今、ミッション終了後に、僕がこのボタンを押したら、で、みんな白になったよ。なんか急にまた出てきましたよ。うん。これか。配信の視聴者さんが何時頃まで続くのってことを。永遠と続きます。確かに。永遠と続きます。永遠と続きます。おにぎりだ。これが終わらない限りね、肝試し終わらないんですから、永遠と続きます。発電機はおそらく釣りの、超過が多分出てると思うんですよ、釣りミッション中は。はいはい、なので、その3分間は発電機は見えなくなります。見えなくなる探してた。はい、それは正しい動きになります。見た目の話じゃなかったの？なんか見た目は、なんか、車がひっくり返ったみたいな感じになってて。あ、いいヒントですね。車がひっくり返った。大きさは大きさ、大きさは大きさは軽自動車ぐらいですね。あのだから1マスとかじゃないってことね。そう違う違う。そうそうそう。ぐらいでかいんだけど。選挙場所って。それではミュートが完了したらスタートします。そうだ。スタート。メントも。メントも。またのちほど。よろしくお願いします。またのちほどということで。じゃあコメントのみんなまた消します。ミュート入りましたのでスタートをしていきたいと思います。もうちょっとエコーとかかけずにいきますね。月が綺麗ですね。どん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 いきます。じゃあまた最初からってことかな。一応ね念のため停止をしといた方がいいかな。オールリセットを押してからちょっとやります。オールリセットをしてからこれでどうですか。はい、全員スタートお願いします。あ、マジ でカップラさんだけが白ネームですよと。よし、はい、 OK です。動きました。よろしくお願いします。発電機の場所とかって変わんのかな。あ、てかちょっと俺視点視点サービス用視点になってる。これはお墓の形に似てるよね。似てないかな。なんか石ブロック系だよね、その雰囲気としては。いや、あれは人だな、人かの生き物だな。ね、あ、また七不思議で遊んじゃった。今いいんだよ、今肝を試さなくていいの。今座っといて、通信使いたいな、スニークしながら。大佐がオタコンにナビしてもらわないと。で、女子トイレはないから女湯に入って、あなたどこ入ってるのと、全くどしがたいなって一通り突っ込んでもらいたい。お、発電機が設置された。これが出てから発電機が出るってことかな。はい、以上。って聞こえたけど多分動物のなんかでしょう。で、ここは相変わらず俺が一回通った宴会場。投下される鍵はさすがにバラバラかな。うん、 GM とかスタッフが浮遊してどっかにねポイってするだろうから。となると道かね。発電機はもしかしたら屋内にあるかもしれないけど、屋内にもあるかもしれないけど、鍵とかそういうアイテムはやっぱ路上かね。うん、すいません、ちょっとうちの月死類の様子を確認しました。寝てる。なんかね、うちのデグーね、物音には結構びっくりするんだけど、普通にドア開ける音とか、俺の実況の声にね、ちっとも動じないんだよね。すやーしてます、今。でも面白いことでね、名前呼ぶとね、やっぱ反応するんだよ。おっと、寺蔵さんだ。でも、サイボーグ忍者キラーより怖いけどな。でもある程度攻撃すると
もっと殴ってくれって。なんて。寺戸さん何中だったんだろう。タッチションかな。アウロンさんがやられた。もうええ。はい、月が綺麗ですねと。ここさっき俺が投信した場所だもんね。ここから、こういう風にさ、様子は見れるよね。物見やぐらですからね。まあ、これ死んだらただのアホになるんで、それも面白いけどね。あれ捕まってもいず、なんか勝手に死んだ人がいるぞっていう。あー、でもこれだけじゃ、さすがに発電機能とかわかんないかな。動いてる人はわかるけどね、こっから。残り10分とかで、一人、やぐらから、指示出しみたいな。まあ、それは人手が足りなくなっちゃうから、もったいない行為だろうね。今、そっちの方にキラーが走っていきましたよとか、上からだったら、あ、ヤツンがやられた。で、キラーも今後増えてくるんでしょ？時間が経っていくと。あれ誰だ？でも青だから俺たちの仲間だよな。発電機が設置された。やばい。わあ、ダメだ。見つかった。あー、くそー。もうちょい隠れるの早ければ。でもあれかな、名前のあれで見えちゃってたかな。畜生、これで、ローやってこいでしょ。くそー、かき氷食うしかねえ。見ろよ。みんななんか、みんな目、死んだ魚みたいな目になってるだろう。これが歯医者のあれだよ。牢屋の中で死亡時のバグがあれば、これは関係ないか。あー、発電機いじりたかった。ちゃんといじれる状態だったのに。月が綺麗ですね。月の裏側にもあのマップあるからね。その、最初表面に行くんだけども、裏の1ドットぐらいを調べると、そっち側にも目的地を設定できるっていうね。あの銀河の3人っていうね、神ゲーがファミコンで出てるんで、よかったらやってみてください。タイトルパッケージのイラストが、あの、永井豪先生なんだけども、そのパッケージイラストの状態のキャラクターは一切出ません。でも昔結構そういうの多かったよな。テイルズ・オブ・ファンタジアもスーファミの頃って、まあ、キャラビジュアルあるじゃん、イラストの。それとあのゲーム内、なんていうの、アバターというか、キャラのビジュアルがさ、ちっとも似てないからね。鍵穴がない。ほら、誰か、ちょっと、後ろ向きに近づいてあげなよ。あるんだろう、ご立派な鍵穴が。あれって、あれキラー違う？なんか近寄ってきてるけど。めっちゃさ、じわじわと近寄ってったね。あれ、ポズさんは、なんで追いかけられなかったの？鍵待ち待機。カシオさんの方が掘られた。やられた。ポズさんがその透明薬っていうのも使ってたのかな？そういうわけじゃない？まだ視界振り切ったから。へえ、あの横の隙間あれで振り切れたんだ。すげえ。捕まった。で、ん？捕まった時ってチャットで情報共有どうなんだろうね。あ、でもそれだと全体で共有されちゃうからダメなんじゃない？結局。檻の、
鍵持ってんだけど牢屋に鍵穴がついてないからそれを待ってるってことかな。2分後に伊藤ミッションが、伊藤3匹を釣り上げるミッションが2分後に開始されます。ただし伊藤チャレンジが、終了するまで釣り竿を持ってないと死亡しますですが、今回は、多分早く釣れると思いますので、死亡しないと思います。解放待ち。解放されたらまたコメントを見ないようにってことか。急いでコメビュー隠さないとね。そしたらポポ、ああ、ポポおはよう。ポポチ多少見てる。今あの回し車のところにね、こう、こう手を置いとこってなってる。今ねポポチこういう状態。放送中に自分のペットの写真を撮って見せてる。こうやってねちゃんと暇させないようにねする配慮が大事なんですよ。まあ一番暇してるの俺なんですけどね。補足させていただきます。はい、発電機が、修理完了してるものはですね、火がついて点火状態になっておりますので、点火されてるものをカンカンしても数値は上がりませんのでよろしくお願いします。数値ってのがこの50とか上がってるやつかな。50がもうやり終わったってやつなのかな。あの死にかけのベジータの方がマシだった。あ、なんかピーピーしてる。鍵穴が設置されました。お、3分後に消滅します。あ、じゃあ3分後に消滅します。コメント欄閉じときます。一応それでいいのかな。コメントは、お、やったー。で、何したらいいんだっけ何したらいいんだっけこのゲームをふと忘れるとこだった。これ違うよね。これは違うよね。これはただの、ん？あ、これは火の入ってる、これが発電機か。多分。設置された。これで初めて、ね、どこかに見えるように設置されたってことか。でも時間経過で、発電機が、現れたりっていう状態だからだよね。つまりはそこまで隠すような感じで置かれたりはしない？いろんなとこにはあるけども、そこまでなんだろう、入り組んでるとこに、こんなところにあったのレベルの隠し方はないと考えていいかな。割と分かりやすい前川号の各地に置かれてる的な。ん？あれってなんだ、ピンクの人いたような気がするな。でも近いん、おじょぎりだもう慣れたぜあの色はキラーじゃない。地位覚えた。あのピンク誰だっけ。お墓だな。軽トラっぽいブロックの色はしてるけどお墓だな。こっちもバリアゾーンだけども、これぐらいの広さがあればなくはなさそうだよな。
鳴らしとく謎の俺はここにいるぞ。そんな感じだね。お、いや、キラーいたぞ今。紫ネームがここら辺いたもん。ん？ミッションか？38分より射的ミッションが開始されます。38分より射的に、射的屋台にて、ミッションが行われます。射的どこら辺だっけかな？今日の最初のスポンジ店のあそこかな？名前のバーが見えたけども。でもさ、名前、長いバーはさ、あのうどんさんが捕まったサワイバーなんだよね。あの、ベー、やーって短いのがさ、3分以内に5点を取る射的ミッションが38分より行われます。おちょぎりもやられた。こっちだっけ？あ、もう始まっちゃう。物見櫓があっちにあるから、ああいうのを目印にして進まないとね。うおぉ、ぶっ放すぜ。やり方は？ん？制限時間内。これちょっとやり方は知らねえんだ。お、で、出た。これで、5点。早いんだね。これ5点間に合うか？おお、あれ？え？今消えた？ダメだ、見てからじゃ遅い。厳しいな、これ。キラー寄ってきてる？クーさんがいる。あら、これ中はあれか、釣りとは違って寄ってくるんだね、ちゃんと。そこを失念してたな。てっきり釣りみたいにやってる、あの位置によっては大丈夫系かなと思ったけど、そこまで。これ中は今コメント見ていいよね。